草泣神社は、伊勢神宮、と豊家大宮宮の拙者。月空の拙者としては、第一位である。本記事では、草泣神社と同じ社地にある、月空拙者の大間国将神社についても記述する。草泣神社、大間国将神社ともに、月空の中でも、格式の高い神社であり、20年に一度の社殿の作り替えが行われてきたほか、 他の接者以下の神社に比べ多くの祭祀が行われる。ここでは、草泣神社、大間国祥神社共通事項について記述する。三重県伊勢市場番一丁目線142番地、大間広市と呼ばれる、大地上に鎮座する。一の鳥居から九域に入り、向かって、左側が草泣神社、右側が大間国祥神社である。 旧域面積は1744平方メートル。地元では、宇治神の祭礼当日に、小端神社へ参拝する風習がある。祭銭箱は置かれていない。神座地は、南側が、伊勢市道に面する他は三方を住宅地に囲まれている。草泣神社の祭神は五軒、守る神。下空の祭祀を司ってきた、渡来氏の園祖である大枠後命が、 越国の阿弥子を平定する際に使った剣の例であるという。大枠御命は大間国将神社に祀られている。広大神宮型の学者側からは、大枠御命を渡来氏の演祖に位置づけることが不存であると非難されているが、桜井勝之進は渡来の一族がかつて祖神と仰いだ神々であったということだけは尊重して良いと思われると述べている。 大間国将神社の祭神は戦術の大枠御命と、おつ枠御命。両神とも京都市にある、梅宮大社の祭神と同じである。鎮座地の大間広を開拓した神であり、天日別名の子孫であるとされる。大枠御命は、鳥羽沖の古代史島、和具の古墳に、おつ枠御命は、島市島町和具の古墳にも葬られている。社名、総泣き神社の草ぎの表記は、 富行き儀式帳では草なし、新名秘書では草なきとなっており、近世には戦術の二つに加え、草なぎも出現したが、演儀式新名帳に従って、今日では草なきに統一されている。日本穂高の伝説にちなんで命名されたという説がある。社殿は、新名作りの板吹きで、写真にあるように玉垣に囲まれている。上下に4年に、 それまで下空拙者の第一位であったつくよみぐるが、別宮に昇格して、以降、相泣神社が拙者の第一位となった。1976年6月25日に建て替えられた。大和姫命よきによれば大和姫命が、有略天皇21年停止冬10月に定めた神社であるとされ、社名、大間国将神社は、大間社と知る少しもある。 下空の摂者としては、第二位である。社殿は、草泣神社と同様に神明作りの板吹きである。一つの玉垣の中に二つの社殿が立っており、右側が、大馬車で大枠子命を、左側が、国章社でおつ枠子命を祀るとされる。勢い非五臨意鏡に、同様の記述がある。式内社であり、多くの古書に二つの社殿からなることが記されているが、演技式神明帳では、 大間国章神社とあるのみで二つの社殿があるとは記されていない。1976年5月28日に建て替えられた。類似神儀本源では、清野井庭神社が大間社東野にあり、草目駅社が大間社西に,にあったと記述しており、清野井庭神社を今社に否定する説が正しいとすれば、大間国章神社と草なき神社の位置がずれることになる。この問題に関して、 宇治山田志士では、王子の大間国小神社は、江戸時代の同社よりも広い社地を持っていたと考えられるが、清野井庭上社の最高時点での大間国小神社の、社地を基準に考えてしまったため、現社地に清野井庭上社が鎮座したのであり、今社が式内社の清野井庭上社の本来の社地であるとしている。ここでは、草泣神社、 大間国章神社共通事項について記述する。伊勢神宮の拙者の定義より、演技式新名帳を成立、すなわち、延長5年以前に創建された。また、留行儀式帳にも記載があることから延略23年以前から存在したことになる。応仁2年にはまだ存続していたものの中世に廃絶し、近世には、社知不明となる。ネギはたらいつね明日の尽力により、 昭法2年に原社地で再興された。原社地が古代の草薙神社社地と同じであるかどうかについては、近世に議論もあったが、先座することはなかった。多くの拙者が再興された、漢文3年には、すでに再興されていた草薙神社、大間国小神社では、社殿の建て替えと旧域の確定が行われた。大間国小神社は、 第二次世界大戦中の1945年7月29日、宇治山田空襲により被災した。草泣神社では、最短祭、原始祭、建国記念祭、記念祭、風日のり祭、月次祭、寒波祭り、新波祭り、天朝祭のすべてが境内にて祭祀を執行しており、月空の拙者では唯一、養子によらず祭儀が行われる。同じ旧域にある、 大間国将神社では、最短祭、厳史祭、建国記念祭、風ひいのり祭、天朝祭を、養子により、その他の祭典は、社殿の前で、巡回祭祀により執行する。境内には、高木の毛焼、ムクノキ、クスノキ、菓子の他中低木の荒菓子、ネズミ餅、サンゴジュが茂る。境内地の池垣にはネズミ餅、サンゴジュと椅子の木が植えられている。 ありがとうございます。